どうも、女の子のお悩み解決ソリューションズと見せかけて、妻の解決お悩みソリューションズ CEO の花岡正人です。よろしくお願いします。どうも、専務の DJ でござる。はい、というわけで今回はですね、はい、なんと女の子のお悩みを解決してきたんですけど、はいはい、もう我々何年も、もうだってさ、もう4年ですか、はい、もう長きにわたってこの会社を経営してきました。すごいね、はい、ありがとうございます、はいはいはい、そろそろね、新しい事業を始めようかなということで、まあ、はいはいはい、新しい事業、はい、はい、我々もいよいよも既婚者なので、はい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 、はい、今回はですね、女の究極形態である女の究極形態、言い方おかしいけど、まあ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 、でも人妻こそ思考みたいな。はいはい、一つのこと思考っすよね。長きにわたる長寿番組です。長寿番組ですけど、今回が最終回と。最終回です。今回が最終回ということですが、はい、最後になってなんと会社を改名したと。改名しました、ね、改名して妻のお悩み解決マイソリューションズ。なるほど、マイソリュマイソリュやっていきたいと思います。なるほど、やっていきたいと思います。はい、それでベイクエイトバトルウィズ。いやー、地球って言いそうになった今。じゃあ秘書のノエリ君、はい、じゃあ妻のね、お悩みをいくつかね、提示していただきたい、はい、そういうことですね、はい、妻になりたいという願望は終わりですか。まあ、彼女は、はい、私に似てるという。あ、なるほどなるほど。属性のもと、この会社に入って、この会社に入って、だから採用した。採用した。なるほどなるほど、はい、そうですね、はい、最初の方は特に願望なかったんですけど、はいはいはい、花尾さんが結婚してから、お、あ、私も結婚できるのか。あー、そっち。めちゃくちゃ下に見られてますよ、社長。社長めちゃくちゃ下に見られてますよ。向いてないかもしれないっていう。大丈夫、向いてない。大丈夫、向いてない。まあでも、それ、そういう方々のお悩みを解決する会社だ。まあまあ、そうです、我々は。はいはい、はい、じゃあ早速一つ目、はい、行きましょうか。行きましょう、はい。それでは、お悩みです。はい、既婚者であるお二人が、はい、まあまあ既婚者ですから、その既婚者です、ね、その皆さんが悩む悩みなんて当に通り過ぎてるんですよ。いや、もうだから、もう一回そういう悩みあるんで、全部回答できます。はい、ありがとうございます。結婚してもう大体150日ぐらいです。あ、そうです。数字をでかくしたいやつで、あの RPG で言うと、RPG で言うと結構長いね。 RPG が結構長い、後半ぐらい長い。奥さんに早くお風呂に入ってほしい時の頼み方でもかです。早くお風呂に入ってほしい。あ、え、早くお風呂に入ってほしい時。でも、俺もガチで、うん、ガチでガチで言ってほしい。やっぱガチが聞きたい。まず自分が全裸になる。そのまずっていう接続詞がおかしい。なんでな、どういうの。俺が入ったらすぐ入ってくるから。あー、それ大丈夫かな、これは。だから、要は、あの、別に夫婦やから普通やけど、いや、2人で入ってるってことね。いや、もう俺が入ったらすぐ入ってくる。あー、なるほど。いや、もう初期ビデオ主要度みたいな感じや。あー、なるほどね。もう完全にまあまあまあ、わかるけどね。だから、1つの湯船に2人が入るっていう状況はそもそもないと。あ、それはある。あ、それはあるから、だから、ごめんね、ごめん、ちょっと刺激強い話でごめん。夫婦は割と、いや、割と普通、割と、まあ、割と普通、割と普通。てか、そこで、なんか逆に普段話せへん話とかすんねんって。お前普段話せへん話とか、例えば、そうですね、マジな話もするわけ、夫婦って。貯金どないみたいな。そんな話も。貯金どない。でも確かに、あの、全裸で話し合わないと、ね。全裸で話し合わないと話せへん話もあんねん。まあ、俺二人とも今結婚式控えてるから、その要は金かかるやんか。どないするみたいな。どないする、まあ、話からの貯金っていう流れを、普段はせえへんねん、あんまり。なんか生々しいから。でもなんか、やっぱ裸になるとやっぱね、話せるから。わかるわ。そうそう。やっぱお互い無防備な状態で。無防備な状態で、はい。俺さっき入ろみたいなことやる。ああ、そうそうそう。あの、負けた気になって、入ってくる。そう、あ、そうそうそう。これあるくらい。これあるくらい。俺さっき、これあるよ。そうそうそう。それあるじゃん。それあるだから、その誘い方は、結果、早く入るっていう事実が生まれるし、どうすか。これ結構いい戦法だ。いい戦法やと思うで、ほんまに。ただ、これ熟年夫婦の場合、はいはいはい、熟年夫婦でちょっと仲悪くなった時に、はいはいはい、はい、早入らへんと、俺のチンゲ風呂に浮いとんで。え、そんなん言ってる人見たことないよ。ないだけど、やばすぎだろ、それ。思春期の娘は、父さんが風呂入った後の湯船、めちゃくちゃ嫌うから。あー、それはそうやな。いや、それはね、あれやろ。あるやろ。え、でもそれは多分全女子が思うことやし、お母さんもだから、その頃ちょっと契約の中やったら、お父さんの毛浮いてる風呂絶対嫌わって多分なる。まあでもそれはもう多分必然な感情やと思う。それ答え書いてるやろ。書いてない。どんな本やねん。2つあって、はいはい、1つがお風呂に入っちゃってくれる。どういうこと、どういうこと、入っちゃってくれる。何それ、何それ。それはつまり Can you を空中で言うただけってこと。あ、そういうことちゃう。だからほんまに、もう一個は、お風呂入る？これは何が大事かというと、主語を言わない
どういうこと、どういうこと。あ、なるほど。主語を、あなたはお風呂に入るのって主語を入れてしまったら、言われた方は文句を言われたと思ってしまう。あ、なるほど。じゃあ、オブラートに住んでるように感じないか。じゃあ、なんか英語とかもさ、Do like music とか言った方がいい。そういうこと、そういうこと。主語言ってたんだけどね。それでは、続いてのお悩みです。はい。奥さんから晩ご飯何が食べたいって聞かれた時、何て答えますか。これ、あ、ごめん、俺の父さんの回答はうまいもん。あー、はい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 。俺もそれに習ってしまって、はい、俺も食いたいもん。あ、はい。でもこれ即答しろって言われたらこうなっちゃう。あ、分かる分かる分かる。いや、はいはい、でも俺は、はいはい、これ仲良い夫婦として、はいはい、これはまあ俺はやると、はいはい、なんだテレビ謎謎謎謎原始にね、うん、なんだそれで相手に妻に何かいろいろ言わせると唐揚げ違う、お寿司違う、でステーキ食いに行こう。ああ、なるほどね。それで当てたら、はいはいはい、ちょっと高いもんでも当てた嬉しさによって一緒に食いに行きたくなっちゃう。あ、俺ちなみに夫婦チャンネルの方で今みたいなくだりやったことあるの今みたいなくだりやったら、あの女の子から何件かコメント来て、この夫マジうざいみたいな。だからあのそれも男側の自己満な可能性がある。俺らは2人で楽しもうとしてんのに、そんなんじゃないみたいな。そんなんじゃないみたいな。遊び心をやっぱ家庭に持ち込みたいんよね、やっぱり。なんかそういうことやっちゃうよ、俺も。だから年齢何歳ですかって聞いて、何歳だと思うっていう女の子と一緒や。あれちょっとうっとしいもん。あれうっとしいやんか。正直うっとしいもんね。うっとしいけど、女の子側からしたら悪気ないね。まあだからこんな感じじゃないですか。だからまあ回答としては言わないっていうね。言わない。だから要は言わないっていう。言わない。言わないっていう。だからいかに自発的に考えさせるかっていうのを。そう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 。だから企業の研修に近い。いかにすぐに答えを聞く子供。いかにこうやる気をそがせずに。あ、そう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 。今日はえピーマンが安い。あ、じゃあなんかねチンジャオロースとかあるんちゃう。そうね。共に考えさせる。さあいきなりちょっと回を導くのはむずいから、やっぱ消耗位置用意してあげるの大事。あ、例題ね。例題一みたいな。これの回、俺らの回どうですか。これ実はなんとおほぼ正解。ほら当然です。晩ご飯何が食べたいって聞かれたら、何が食べたいかな。ほら言わない。ほら回答さん言わないなよ。これでも見てる人はみんな何かしらのことを言うと思ってたはずよ。そうだね。そこで言わないと出した俺たちのこの企業の信頼。いや、素晴らしい。今の実績やね。企業の実績をこう信じてほしい。すんじゃない。はい。唐揚げ食べたいですとかっていうのは間違いってことなのかな。それで確かに妻がそもそも、では俺は俺の願望でいいのってなっちゃうから。あ、俺もそう思う。俺もそう。続いてのお悩みは、妻の機嫌が悪そうな時。はい。あなたはどうしますか。機嫌が悪そうな時、あれあれや、女の子って体調の変化というかさ、まあ、それも含めてよね。だからその機嫌が悪そうな時は、あの俺の解説策言うと、ボケないっていうことを大事にしてる。なるべくボケない。なるほどね。なるべくボケない。機嫌が悪い時は、機嫌が悪い時ほどボケがうざいんよね。はいはいはい、確かに。そう、ボケがうざさに変わる瞬間はボケない。これは結構大事。でもこれ対美沙ちゃん対策としては、やっぱりあの脱ぐ。それでもこれはじゃあ、ね、あのなんか別に体の関係がどうとかじゃなくて、ああお風呂入るとかそういう感じ。はい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 。だから俺はさっき言ったこの喧嘩します。はいはい。お風呂沸かします。はいはい。脱ぐ。はいはい。そしたら風呂場にはもう逃げ場がないです。はい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 。で距離も近い。はい、距離近い。お互い無防備。まあ無防備だって全然もなったりとか。喧嘩できない。まあそうやな。喧嘩もう。そこでもだからちゃう環境に持っていくみたいな。要するにちゃう環境。だったらリセットやから。はいはい。はいはいはい、そういう感じ。俺がやってんのはそのなんか何かでイラついてるんですよ、俺に対して。それよりも低レベルなことするっていう。いや、要は低レベルなことしてまたやってるって思わすと、この1個前のこと忘れるんだよ。この1個前のこと忘れる。だからあのわざとその辺に抜き散らかすって。またここ脱いで幼稚なことやって、そのさっき何で怒ってたっけってさせること。わかるわ。さっき何で怒ってたっけってさ、なんかあの非言語的なコミュニケーションによって、そう。わかる。俺もそう、俺結構それよりやねん、ほんまに。俺も結構わかる。だから一生呆れさせて、
次の日マジで謝るやばい結局女の人の方が上だよってことやあ俺逆に服従してんねんお前なんて言って支配してるんじゃなくてあなたが支配者ですって思わせるするとちょっと怒りが和らぐんじゃないかってだから俺は赤ちゃんになる悪くないと思うんやけど構図としては女の人を立てた行為なんやだだだだだだ今回の回答はフェーズがあってすごい場合分けしてくる場合分けしてくる夫婦間ではとりあえず何でも口に出していこう言葉にしていこうおいおいおいこれさっき今でオブラートに包もうとかさまあでもそれ結構無理だよなそれは解決策ないよだって言えへん人いっぱいいるもんあそれは嫌な悩みの種を言うってことイライラ原因イライラ原因を言うってことでしょイライラしてるみたいだけどそんなことないなんかできることある、うん、それとも放っておいてほしいと相手の状況を伺いつつ行動の選択肢を示すのが良いおおあでもまあそうだよねそれ聞いていいやん、まあ、だって聞いてもさ今は話しかけないでみたいな女の子いるやん、はい、ああもう、ね、その場合無情あその場合あるんやん放っておくけど気にはするそっと視界には入れておくバロかーあなるほどバロスなるほどねいやそれなるほどねだからまあいやまあだから1階にあのこそっとパソコンでズームつないでおいて上から見とくってモニタリングモニタリングモニタリングねそういうことでしょ今のくだってそういうことでしょストレスに悩むとかありますノーまあそれ行こうノー行ってみよう行ってみようまあ僕ら言うてま結婚して150日ですからねまあそうですまあまあまあそうね、まあ、それはつまりそれはどっちかは直したいってことですか多分そういうことじゃないどっちが言い出すパターンが多いんやろないやーどっちもあるんじゃんだから男が全然性欲なくててか女の子はなんなら子供欲しいのに全然求められへんっていう場合もあるやろし逆もあるんじゃないあでもお互いの可能性ありますまあでも性欲の強さなんて違うからさそもそもいや俺はでも実は思ってんのは、うん、一緒にお風呂入るのは良くないんじゃないかっていうああその裸の価値が下がるとかいやまあそう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 めちゃくちゃ性欲強くてえぐ困りましたで男ってさまだ童貞の頃ってさ当然性欲強いと認識せえへん自分のこと なんていうかその性欲があると認識して育つわけその思春期の頃当然のように、うん、じゃあ意外とそうでもなかったってことに気づいたよ俺もそれは相当でも俺相手が22とかの時にじゃあその時は逆にやりたくなくなんねんあ, なんかあんまりやられなんかそのそれがあんねんすよ逆張りやろうやからその男女情報とも求められすぎるとやりたくなくなるっていう分かる気がする分かるでしょ多分だから求める側もたまに求めてあげるっていうたまにそこつついてあげるのがいいんじゃない今日もしかしたら来るかもぐらいのそのなんか感じが一番楽しいわけ今日もしかしたら求められるかもってなるためにはさやっぱさその普段求めてないことが大事じゃないそのやっぱそのお前の言う裸の価値も大事だと思うだから人間が服着る意味ってそこやと思うからさだって服着て全員裸やったら俺もっと少子化進んでると思う逆にほんまにただの全裸より、うん、ブラジャー外した瞬間の乳首の方があのいやもうお前めちゃくちゃいいこと言ってるめちゃくちゃいいこと言ってるあのゼルダの伝説とかで宝箱開けるのめっちゃ間奥やろテレレがないやんいきなりテレレレを見せられても感動がないわかるだからブラジャーを外すところからのその感動の末にそうあなた様がいたってその感動が興奮を生むからそうなんですそれ絶対大事よそれこれはもう真理です真理ですねこれはいありがとうございます、はい、これ回答は基本的にそれ以外の手段で二人のコミュニケーションがバッチリ取れていればそれでも良い、まあ、そうやなそうやな分かる分かる二人が同意してたらいやそうそうセックスが全てじゃないからです間違いないそれで二人の仲が悪くなっている場合いきなりゴールを目指すのではなくまずはハグやボディタッチなどのスキンシップから始めるでは迂回するってことだよね迂回ね迂回するはいはいまずは急がば回る精神、はいはい、ハイタッチは初心者にもおすすめハイタッチ夫婦でイエーイイエーイってこといやだからさシュールすぎるやろ夫婦でそれセクシュアルすぎず、でも相手のぬくもりは感じられる侮れない行為です侮れない俺ら今侮ってる状態侮ってる侮ってる
問題よ。そうそうそう、だからじゃあやってみようかな、はい、で男はみんなな、俺共感してくれると思うけど、裸の価値高めるっていう話は、うん、俺もう絶対かい、あのコメント欄に書いててほしい、俺もそう思うって、うん、12分30何秒電眼、俺もそう思うって書いててほしいコメントのとこに、はい、というわけで、よかったらね、ぜひ、参考にしてみ てください、はい、これにて、つまそりを、解散したいと思います。はい、じゃあつまそり解散いたしましょう。はい、さよなら。さよなら。今後もいい夫婦生活をお送りください。はい。